かわいい。言ってやろうか。なんか去年言ってたやつ。いや、やめて。どこやったらいいのになって思いました。まあ、なんかまみれたいよね。第一、気になったよ、いけ。がー、がー、昨日ホームセンター巡りしてました。まあ楽しいよね、うん、最近社会人バレーを始めて体をちょっとずつ鍛えてる最近で、左手首痛めて今ダンベルで筋トレできてない。もうみんな流行り、いや分かんない、ね、でもやっぱり体鍛えるの楽しいよね。カメラマンハロカです、お願いします。はい、じゃあ今日は何をやるんですか。今日はレッサーの池掃除です。池掃除です。池掃除します。この時期に毎年やる、はい、池掃除ですが、匂いとか天井なので見栄えとかを気にして、まあ、綺麗にしていくと。でもまあここは比較的ね、落ち葉もあんま少ないだろうし、まあ、落とし物もカピ池に比べてないと思うんで、普通に掃除していくという感じになります。頑張っていきたいと思います、はい、やっていきます。手順としては抜きます。抜いて仮面回収して、ジャーッと水で流しつつ泥を取って、ローダーも後で来てもらうけん、今回はローダーでこう行き来してもらいつつ、ある程度泥を取ったら流していくっていう感じにしようかな。最低やったことある？いや、これはないです。最低まだいなかったか。カピの池掃除しかやってない、うん、そっか、その時はおったんか、研修か、ね、はい、そう、出たもんね、動画ね。そう、数珠見つけ係のサイトだって。普通に入ったり、めっちゃ深いよ。ここぐらいまである。目ぐらいまで。え、ガチでこのまま入るんですか。うん。じゃあ、怖っ。おぉ。意外と大丈夫だった。音がし始めた。じゃあちょっともう水が抜け終わるので、今からカメを取っていこうかな。カメちゃんを救出していきます。これポケット入れていいよ。ダメだろ。かわいい。ちっちゃ。なんか全然は。今こっからガタガタって聞こえるよ。めっちゃガタガタ言ってる。ね？どこ？いいな。あ、おるやん。え？どこ？あ、いた。かわいい。さがめ。いる。どう、どうやって取ると、シュコシュコシュコ、でかでかいね。これ絶対入ったよ、自分で出れんやつ。タッピしてるし。ほんとだ、すごそう。カメはこうやってこの、なんていうの、この一区画一区画ずつペラペラタッピしていくっていう。はい、はい、次は泥を、はい、取っていきたいと思います。いきます。で、このゴミを拾いつつ、まあ、なんかあったら教えて、はい、なんかでもないよ、もうここら辺とやったー。山さん、早く来ないと。ちょっと僕忙しいんで。何言ってるんですか。あと一人いたらって。手配しないと。僕は急遽代番なんだよ。山さん、ダメダメです、早く。山さん、急遽台番の対応できるのは平社員です。この人員配置をちゃんと考えれるのが課長です。そうですよ、山さん、早くやらないと。一人欲しいって平が言ってるんで。じゃあ役職命令で一人頑張れ。はいはい、終わり頑張れ。じゃあ帰ろうね。平社員しかできないね、うん、ドタキャン。思い出して、ね、言ってやろうか。なんか去年言ってたやつ。いや、やめて。頑張って頑張って。出て。から抜けてきて。頑張って。早い早い。もうなくなった。もうなくなった。
これだとあと10箇所ぐらいしかないでしょ。これだとあと10回ぐらい繰り返せばもう終わるってことですか。頑張って頑張って。落ちまったよな。詰まりそうなもんだけど。花とか書いてるときは嫌だよね。ん？花。あ、俺が書いてやるよ。いや、いい。俺綺麗だから。絶対いい。なんで？人に顔を触られるの嫌いない。いいやん。だって一緒過ごして仲良いの。疲れてきた。ほら、疲れてきたなら応援の言葉をかけないといけないよね。いや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 。じゃあ、ふみ。ガッ。流したよ。救世主来た？流したよ。誰だ？山本さんだった。俺もう手伝いに来たんすか。手伝いに来たよ。おお。ふみやっと。はい。まあ待って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 。あのちゃんと覗いてくよ。お前こっち向けんな。こっち向けんなって。ガチ濡れるって。はい、山本さんが合図欲しいってよ。大丈夫でーす。来た来た来た。おお。これめっちゃ速い方っすか。早い。いつもだって昼過ぎまでかかってた。そこに行くまで。ああ。これ全部どこやったらいいのになって思いました。まあなんかまみれたいよね。あ、濡れ濡れ。めっちゃ濡らす。おい。めっちゃ濡らすやん。いけいけ、わざとわざとわざと。あーあー、濡れる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 。確かになんか万宝店のココアみたいだよね。そうっすね、ココアみたいな。いいなぁ、ココアやったら全然泳ぐんですけど。いいよ。それココアじゃないから。イボまみれになる。うわぁ、隙間隙間。よおお、こっちから出てきてるよ。こっちから左から出てきてる。すごいな。おー、見つけた。多分かけていいと思う。自分から来てるものだって。え、なんてですか。はい。え、帰るって言ってるよ。え、もしか。今虫じゃないっすよ。美味しそう。おい、笑えるでしょ。見て見て、芋虫。芋虫だ。ふみ。芋虫だ。ちょっと。おい。何してる。何ねえねえ、面白いです。疲れた。いやいやいや、応援してほしい。いや全然全然疲れてない。うん。あ、でも懐かしい。ガッ。ここまでは水が溜まるようになる。うん、オーバーフロー。あ、でも綺麗になった。綺麗になってきた。やばい、今年。あれ？いつも遅かっただけです。わざと。去年わざと遅くしてたかも。池掃除終わりました。今年はね、去年いなかったからわからんと思うけど、だいぶ早かったよ今年終わるの。だって
2時間ぐらいで終わってる。抜くとこから始めて2時間ぐらい。まあ特に出てこなかったね。本田さんが拾った10円とか、ふみが拾ったカプセルとかぐらいですね。うん、レッサーパンダの飼育的には別に池っていうのは関係はないんですけど、レッサーパンダの展示場の印象が、まあ、少しでもね良くなれば、レッサーパンダの印象も良くなっていくから、お客さん目線のことも考えながら動物飼育をしていかないといけないと思います。はい、はい、で第一どっち、はい、じゃあ今日の結論ちょっと待ってください。いいよ、待つよ。結論じゃあ第一タイムで、来年は池掃除で一攫千金狙います。うおトレジャーハンターもう全部の池一攫千金を狙います、はい、じゃあ全部の池掃除参加するってことそういうことだよね。あ、でも今年あるんですよね。そうだよ、今年だ。じゃあそう、まあ、じゃあ綺麗にしつつ探し物も探し物、はい、するという感じで、はい、やっぱゲーム性がないと、ね、しんどいですね。楽しくやらないとね。第一、気になったよ、意見気もないですよってまあ、亀たちが泳ぎやすい環境になってくれればと思います。飼育員のみんな、お疲れと思った方グッドボタン、あとこういう飼育員の作業を見てみたいですってあったらコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、あと、まあ、このようにですね、飼育員の作業や、動物たちにご飯を食べてもらう動画を、引き続き投稿していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。密着動画を見てもらった方は分かると思うんですけど、こうやって毎日朝出してあげると、キキちゃんも大地も同じ自分のルートがあって歩いてくる、そのルートに沿ってこの場所にやってきてご飯をこうやって食べてます。
が大地くんです。レッサーパンダの爪はやっぱりレッサーパンダって木に登ったり笹を食べたりしたりするんで爪がもうすごくて、見てもらったらわかるんですけど、この鋭い爪を使って木に登ったりであったり物を掴んで食べたりっていうのをしてます。これが耳ですね。すごいふわふわ、もっさもさです。